こんにちは、アルビサポのうっちです。今日は一人喋りですね。まあいつも一人喋りなんですけど、まあまだまだ試合も再開されないし、緊急事態宣言もなんかなんだっけ、ちょっと延長されるとか、あとなんか地域がちょっと増える、だからなんかちょっと言われてますね。明日かな、明日だったかになんかそれの発表があるとか言ってますけれども、皆さんどうお過ごしですか。なんか最近やっぱり選手とか、社長とかもインスタライブしてくれるんで結構嬉しいですよね。昨日の夜とかはサポ仲間の先輩がインスタライブしてちょっとだけ入って結構ああいう風なのでもアルビロスって結構解消できるよなって思ってます。でやっぱりこういう風になってきて、また今ゴールデンウィークで結構時間もあったりすると、昔のアルビの動画とか結構見たりしますよね。で今また4月3月だったっかな、フランクさんの15分ぐらいのなんだとことんアルビだかな見てるんですけど、やっぱどんどん応援したくなってきますよね。でやっぱ新潟1回目前に来た時にはやっぱり怪我もあったりとかで活躍できなかった。でそれから町田に行って、また今まで守備が多かったところを攻撃的なミッドフィルダーに変わってから、どん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 好転していくっていう部分、やっぱりすごくいいよなって思いますね。やっぱりボールやっぱり奪われない、すごく強くなったし、なんか30歳、今確か5時間2って書いてあったかな。でどん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 30超えてから上手くなってるっていう実感、これってものすごいことなんじゃないのかなって思うんですよね。なんか早くフランクさんが活躍するところ見たいですね。どうですか見たいっすよね。何話してんだろう。はい。そうそう。でなんかこのとことんアルビのやつだと、奥さんの助言っていう部分、やっぱり後悔が残るんじゃないのかっていう部分、それを後悔をしたくないんだったらやっぱり移籍した方がいいよっていう、心の子になるじゃないか。なんかそういう言葉ってやっぱりすごく素敵だなぁと。やっぱりせっかくしているプロとして、仕事としてやっていて、心に残らない、心残りがあるようなプレー、じゃなくてなんだことってやっぱりしたくないなっていうことですもんね。なんだろうやっぱりプロとしてサッカー選手って、まあキングカズみたいにあんなに長くやれるっていうのって、ものすごく多分世界でもスーパーレアケースなので、やっぱり何でしょう、20代中盤ぐらいで私は結構引退するというか、サッカー選手を辞めるっていう分が多い中で、今32歳でやっぱりサッカー選手としては長くやっぱりやれないっていう分、32歳だとしてもやっぱり高卒で入っても14年なので、今俺ですら仕事を今の会社にはもう9年10年目とかなんかですけど、うん、すごくそういう部分で選手生命っていう部分って短いし、プロとしてやれる期間ってすごく短い中で、心の子にならないようにっていう、やっぱりすごく大切だよなって思いますよね。しかも32歳になっての移籍ってやっぱ即戦力としてっていう部分とかもあるし、なんだ、だろうね、即戦力っていうのもあるし、やっぱり柱なんだもの、精神的支柱っていう部分とか、そういう部分でもになってフランクさんって移籍してきてるし、やっぱりすごくここっすよね、ここメンタルじゃないけど、そういう部分がやっぱ大切だよなって。いや応援したいですね。早くスタジアムにみんなと行きたいですね。ちょっとこのままだと、まあみんなで行けるとかもわかんないけど、多分なんか
収容人数を減らすとか、なんかいろいろありますからね、どういう風になるのかなって思いながらいます。なるですね。どうなるか。まあとりあえず、アルビレックス、これからもガンガン支援していきましょう。はい、今回は簡単にこんな感じですかね。声俺あれだね、やっぱり誰かいないと声高くなんか喋れないよね。はい、まあそんな感じでございます。ちなみに僕はこの新潟 T シャツガチで普段使いしてます。多分あんまり誰も気づかれないって言われましたね。そういえば今日はツイッターでリツイートしたんですけど、ツエーゲンのグッズのあの T シャツ結構かっこいいよね。そうそう、やっぱりああいう風にガンガン普段使いできるようなものがグッズで増えると嬉しいですね。はい、そんな感じです。アストリー普通にリストバンドを出してほしいですね。やっぱこのタオルこうやってここに巻くやつあれ出してほしいね。はい、巻けるからっていう理由ですが、はい、まあそんな感じです。はい、まあ誰かのアルビロスに貢献できたら嬉しいなと思います。はい、では今日は以上です。ありがとうございました。うっちでした。あ、もしもよろしければチャンネル登録していただけたら嬉しいです。あといいねとかもありがとうございます。そんなに激しい更新はしていかないのでうざくはないかなと思います。はい、ありがとうございます。